ゴールデンウィークはどう過ごす？地方の競馬場のイベントをやってると大人と子供の顔ってこうも違うんだって思うね。感情ない笑顔がどういう風になっていくとあんな感じになっちゃうのかっていうのをゾナード君はいつもステージの上から見てるゾナモチよ。さあそれじゃあ、今週もね、面白くて楽しい謎謎をちびっこに出していくからね。たまたま聞いてるお兄さんやお父さんは僕が出した謎謎を明日ちびっこに試してもらうと、もしかしたら渋滞中の車の中がスーンってスーンってなるかもよ。さあということで、今も渋滞中っていう、まあ、さすがに2時半だとないかね。さすがに大丈夫か。昔ってさ、ゴールデンウィークってよくここに交通情報入ったりしてたけどね。まあまあ中日だったりするからなのかな。ということで、お出かけの際に謎々をいっぱい知ってると人気者のお父さんになれたりします。人気者のお兄さんになれたりしますから。だからなんか、例えばそのちびっ子と車の中にいて自分は運転しないから前の座席にお父さんとお母さんがいて、君がいて隣にちびっ子がいるときに、まあ子供がこう、なんだろうね。あの自分がなぜか持ってるミニカーを見てスーンとしてる時に泥棒って小さい声でお前は泥棒だよ、お前は泥棒だっつって、ああおまわりさんが来るよ、今日の夜おまわりさんが来て君は死刑だなんつってあげるとね、多分暗い子に育ちます。だから言わずに謎々を出してあげるといいんじゃないかな。ほんじゃいきますよ。それじゃですね、ペンネームしまいにゃぽこっちん。問題、大きな声でよく喋る人がいます。この人は何歳？大きな声でよく喋る人がいます。さてこの人は何歳？これはトンチだね。もし近くでキン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 大きい声で喋る人がいたら思わずなんて言っちゃう。何歳？何歳っていう。さあこの人は何歳？答え、最近テレビでちょいちょい見る鈴木奈々っていう女、23歳。可愛いよ。俺さ、やっぱさ、難しいなと思ったのはさ、鈴木奈々ってさ、ケンケン喋るけどおっとりしてるみたいなキャラ多分つけてると思うんですよね。なのに、たまたま、あれ今日の昼かな？昨日かな？芸能人運動会みたいなテレビやってて、で、あの子運動神経がいいんだろうね。かけっこでぶっちぎり勝ったら、すげえテンションでまくし立ててて、お前いつものキャラ頑張りましたみたいなやつを次々とやってて、こういう時出ちゃうよね。こういう時と不意にネットをぶっかけた時、出ちゃうよねっていう、あっちゃいみたいな。こういう時出ちゃうもんだなと思ってね、私見てましたけどね。ただね、あの子のあの感じ、全然嫌いじゃない。全然嫌いじゃないね。続きまして、ペンネーム、藤井菊一郎。問題、スリーヒントクイズ。これはなんだ？1番、愛がなければできません。2番、普段はベッドの上で行うが、車の中で行うこともあります。まれに外でもやりますよ。3番、少し痛い場合もあり、血が出ることもありますよ。これはこれは。じゃあもう一個ヒント、エッチな答えです、エッチな答えです。答え、ニッキー声を使った注意。献血じゃなくて、献血じゃなくて、しかしその作法を知らないからこのヒントが一個も聞いてこないんだけど、普段はベッドの上でやるものなの。その錦鯉を使った俺やらないから、しかも車の中で行うこともあるの。あ、そうなの。あって少し痛くて血が出んのはまあ出んのかな。あと愛がなければできないわ、錦鯉に対する。あ、そうなの。そうならもうなんか超越した錦鯉に対する愛情が高まらないとできないから。お兄さんね、元の本当のやつがわからないから、そこヒント出されてもちょっとなんだよね。それではですね、ペンネーム浅田。問題、どんな
きつい仕事でも全然きつくないよっていう動物なんだ。大変でしょ、きついでしょ、うん、全然きつくないっていう動物。みんな分かったかな。じゃあ答えだよ。答え、あの僕全然力に自信がないので、あの軽作業の方でお願いしますっつってるのに、いえいえ女性でも働いてるなら全然きつくないお仕事ですから大丈夫ですよと言って、毎回結構重い倉庫作業のバイトを紹介してくれる派遣会社の女。できればのパソコン関係でっつってんのに、大丈夫大丈夫です大丈夫です。ラクダ？は？は？ラクダ？は？なんですか？ラクダの話今してませんけど。は？続きまして、ペンネーム友人2号。問題。ドアの後ろに隠れている生き物ってなんだ？ドアの後ろに隠れている生き物ってなんだ？なんだろうね、ドアの後ろだからね、その影にいるんだよね、いつもその影にいる動物生き物ってなんだ。答え、いつも公園で、いつも公園で子供たちにお菓子を配っているどんぐりおじさん。なんだろうこの絵も知れぬ怖さは。笑顔でお菓子をいつも配っているどんぐりおじさんが、扉の陰では真剣な顔でいるからね。一回も見たことない、もう、このどんぐりおじさん。このどんぐりおじさんっていうニックネームも、なんか今思えば怖いんだよね。なんかすごく。だってお菓子配ってるのに、なんでどんぐりおじさんって言うんだろうみたいな。だけどどんぐりおじさんが、なんだろうね、その、夜かな。扉の陰にいるときには一切笑ってない。続きまして、ペンネームラッパーザキバチョフ。問題。海で騒いでいたら怒られました。何と言われたでしょう。これはね、中学校とか、あとそれからまあ英語のね、イングリッシュ教室みたいのに行くとわかるかもしれないな。うるさかったんだろうね。すごくうるさかったから怒られたんです。あとは海、海を英語で言うと何かな？答え。こっちは砂でリアルな秋竹城の女体作ってんだから、まあ、静かにし、デリケートなところの制作に、秋竹城の女体のデリケートなところ、もう、バカ野郎、てめえ。トンチだね。トンチだねじゃねえ。続きまして、どれ行きましょうかね。ペンネーム、ペンネーム、みくん、みくんにレンタロウ。問題。今日のライブで一回もミスをしなかったギタリストは、その日の打ち上げでどうなったでしょうか。これはもうなんだろう、お兄さん普通に明日お友達に出したいような謎なぞだね。ライブで一回もミスをしなかったんだよね。一回もミスをしないことなんていう、なんていう、今日はミスがなかったなっていう。まあゲームとかでもそうだよね、クリアした時に。でまあギターリストなんだよね。面白いのがいい大人が結構わかんないっていう。あのね、わかんないまま答えに行くと、この前に座っている構成の渡辺さんがすごく不機嫌になるんですよ。もう頭おかず、もうミスがノーですよ。ノーミス。ね、何がノーミスだったんですか？で、みんな打ち上げに行ったんですよ。打ち上げに行ったんですよ。はぁ、ほらわかった。うるせえよ。お前のケアはできねえよ。できねえ、ドナモシ。ほっとつけたように。答え、ライブで一回もミスをしなかったギタリストはその日の打ち上げでどうなった。
酔ってブスの追っかけを口説き出した調子乗ったんだろうね調子乗ったんだろうねはぁ、あ、脳みすぎた何それ何それうん続いていきましょうねですねラストちょっといいのいきたいなラストはペンネームこれ5かなジェニュ問題1枚だと切れないけどたくさんだと切れる紙ってなんだこれもいい謎謎だね1枚だと切れないんだけどねこうやって重ねるとねサッ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 って切れるっていうね、紙なんだ答えお正月いつものように俺の部屋の前に置かれた夕食に添えてあったケンちゃん親戚のみんな来てるわよお正月ぐらい出てきたらという母親の置き手紙とケン事情はお母さんに全部聞いたからとりあえず出てきて話でもしようという親戚のおじさんの置き手紙とケン兄ちゃん出てきてゲームしようよという親戚の子たちの置き手紙ごめんなさいこれねたくさんなると切れるんだよね出てくるんじゃなくてねあこれなるほどうるせえんだ人の家とか正月から来て余計なこと言ってんじゃねえよ帰れよっていう意味ですよね、トランプとかやりませんけどそんな親戚の子に誘われたところで一切やる気がありませんけどもちびっこなぞなぞちびっこのみんなもしくは、明日ちびっこに謎々を出してあげようっていうお兄さんにですね面白い謎々を教えてあげるコーナーでーすなんかね、前のコーナー、こう、盛り上がるじゃん。で、そこで曲挟まないで CM 行くじゃん。それでいて、その、ちびっこなぞなぞ行くと、なんかこうね、ゾナーゾくんが、俺のイメージは、ドタバタしちゃって、まだチャックが開いてる感じ。ねえ、なんか俺の感じでは、その、ゾナーゾくんに入ったと思ったら、それチャック噛んじゃって。いや、俺のもうパンツ。俺のパンツの俺から上がんない上がんないっていう。ゾナーゾ君を着せてくれてる厚生の渡辺君が上がんないってなってるっていう、その感じね。あとそのゾナーゾ君に着替える前に、俺が一旦こう私服を脱いで、フロントホックが外れないっていう、ね。一旦ラになって中入ろうとしてんのに、その感じ出ちゃうんだよね。さあ、気を取り直していきたいと思います。結構謎々のレベルがまた高いんでね。これだからさ、困っちゃうのはさ、ガラスの向こうのスタッフとさ、この前に座ってるさ、構成の渡辺くんがさ、謎々感が悪いとさ、聞いてる側もう謎々の答えは分かってんだからよ、みたいな感じになるんだよね。その辺ちょっと頼むよ、バロメーターなんだから。いきます。ラジオネーム、やりすぎ数字。問題テニスが、テニスね、スポーツのテニスが白熱してくると出てくる飲み物ってなんだ？さあ、テニスいい試合なんだよね。すごいいい試合なわけ。だすごい競ってくね。マッチポイントになったなと思ったら、もう相手がまた1点取るから、この飲み物が出てきちゃうんじゃないかな？お前らのために分かりやすくやってんだからな！30、40と年ばっかり重ねなんて！ちびっこは勘がいいからもうすぐに分かってんだよ！それよ！ワクワクした顔でなぞなぞ聞いてんじゃねえよ！ごめんね、ちびっこのみんなごめんね、ここにいるボンク
一カップ入れてやりましたよ。問題、テニスが白熱してくると出てくる飲み物なんだ。答え、松岡修造を黙らすための睡眠導入剤入りのドリンク。こいつうっせえなあ。もうすごいジュースじゃねえよ、ジュースじゃねえ、ジュースじゃまだ三角だよ、中に睡眠導入剤が睡眠導入剤入れないと逆にただのジュース入れて喉が潤っちゃうと、もうなんかもううるせえから、あいつうるせえから諦めんな諦めんなみたいな、うるせえからね。このやりすぎスージーさん、次もいいですよ。ラジオネームやりすぎスージー。お正月楽しみにしてるものってなーんだ。なんなら待つぞお前らなあ。あんなもう頭が硬いんだよな。なんかもう柔らか頭だったら全然溶けてるもんだよね。なあ、ただね、これ実際は俺最初にこうその俺ってあとゾナボシ言えよ、ゾナボシね。確かにこの問題は最初の時難しかったから、あのお前らにばっかりこう分かんねえのかよっつってると、分かんないリスナーも焦っちゃうから、ヒントっていうか、まあちょっとね、ゾナーゾ君の考え方をいくよ。いくぞなもしよ、いくぞなもしよ、ね、今まで忘れてた分ちょっと多めに、いくぞなもしよ。腹黒い人ね、頭は頭部ね、お尻は全部、お腹はお腹はお腹はね、もうそのお腹のお正月だよ、お正月だよ、腹黒い、黒いの、そこが黒いのね、頭がもう黒ければ頭部黒ね、お尻が黒ければ何ほっとした顔してんの、何アハって顔してんのねえ、アハじゃねえよ、アハじゃねえ、アハ関係はもう権利があいつのだから、ゾナ星関係で来いよ、ゾナ星関係で。分かったかな。お正月だね、腹黒い人が、腹黒い人っていうのはもうね、頭が黒い人は頭部黒、お尻が黒い人は全部黒って、もう分かったかな。じゃあね、 お兄さん答えを教えて。答え、おばあちゃんの保険金。トロトロの餅をね、トロトロの餅を見舞ってるから、腹グレーから。あれ、むしろおばあちゃんのやつトロトロでキリンが大きくねみたいな。もしくはあの、おじいちゃんに対して得意の餅水を進めてないか。この3年ほど封印してる餅水を、やたら餅、あ、おじいちゃん、そう言われても僕ね、あの、餅水、おじいちゃんの餅水、また最近の若い人はね、餅水なんて文化知らないんですよ、なんつって、ね。で、わかんないけど、厚生の渡辺くんがさっきからずっと、あの、メモに福袋って書いてるんですよ。ね。これどうなったの？俺が、あの、分かってすごい嬉しかった答えの福袋はどうなったのになってんだけど、うるせえよ。そういうコーナーじゃねえか。続きまして、これもいっちゃおうかな。ペンネーム、ラッパーザキバチョフ。問題、体育の先生にグラウンドを使わせてくださいと頼みました。先生はなんて答えたでしょう。この面。貸してくれたんだよね、すごい、もうあっさり貸してくれたの、体育の先生ね。グランドってね、漢字3文字だとなんて言う、グランドって、はい、書いて、渡辺くんそこに書いて、漢字3文字でグランド、学校のグランドのことなんて言う、グランド何するところなの、スポーツを日本語で言うと何、そう、運動場だよね、運動場。グラウンド貸してくださいって言った先生、なんて言うの、何このコーナー、何このコーナー、何スパルタ謎謎のコーナー、謎謎を解けないやつなら馴染っていいっていうコーナー。なんぞなもしかんぞなもって言ってよ、もう。
する、体育の先生にグラウンドを使わせてくださいと頼みました。なんと答えたんでしょうか。答え、グラウンド使わせてください。いや、僕あの体育の先生じゃなくて、あの女子高生のブルマを盗みにやってきた変態のものなので、そういうことは先生に聞いてください。体育の先生じゃねえじゃねえか。もはや問題のもう一番最初の今日の体育の先生にって、体育の先生っぽい人じゃん、こんなの。知らない先生、グラウンド使わせてくださいなんつってね、運動場だけに運動場って言うかなと思ったら、いや、僕は体育の先生とかじゃなくて、あの女子高生のブルマを盗みにやってきた変態なものなので、そういうことはあの先生に聞いてやりますよ。お前落ち着いてんな、もう。続きまして、ペンネームジェニュ。問題、串は串でも土からニョキニョキ入ってくる串ってなんだ。これいいだろ、これはわかるぞ、なもひな。串は串でも土からニョキニョキ生えてくる串ってな、まさかの、まさかの、構成渡辺くん、まさかのわからない出てるの今。あれ、渡辺お兄ちゃんのつむじから大きなハテナが出てるぞ。なんだこれ。串、春先にさ、土から出てくるさ、やっとわかったんかい。やっとわかって、これね、難しい。難しいのかもしよう、これ。放送に向けてこれ難しいのかもしよう。本当は構成のこの前にいる渡辺くんに対して馴染ってるにもかかわらず、その時の寝ぼけ具合とか体調でわかんないリスナーもいるじゃん。そうするとなんかさ、その失礼な感じになっちゃうのよ。あの、高田組的な感じ。高田組のトーク的な、本当は身内を傷つけるつもりだったらいろんな人傷つけちゃうケースが。あるぞなよ、あるぞなから、少なくとも敵パギやっとくれよ。お願いだよ、新しいキャラついちゃった。お願いだよ、もう頼んだよ。さあ、それじゃあ、串は串でも土からニョキニョキ生えてくる串ってなんだ。答え、金ちゃんの仮装大賞の予選で、知る男優仲間30人と、土におちんちん以外すべて埋まった形でやった13番つくし。ただつくしじゃねえんだ。じゃあもう一個一個、ペンネームジェニュ。問題、ドアの後ろに隠れてる生き物ってなんだ。これはもうよしじゃない、よしじゃないぞ、なもしよ、何度か出てるぞ、なもし。この問題はドアの後ろに隠れてる生き物ってなんだ。答え、肛門からドアノブが抜けなくなっちゃったものです。なんで入ったの、なんで入れたの。そりゃドアの陰にいる、開けた時重い。内側のまずノブをこうやって閉めた時にうんって言うんだよね、まあ、同時に周りがドア重いと思って、でしかもドア全部開かないじゃん、全部開かないで何か挟まったから、何か影にいるなって思ったら、どうもすみません、肛門からドアノブが抜けなくなったものですって言われた例のやつだよね。例の感じですよね。相当いいですよね。ペンネーム浅田。問題だよ、信子がのぐそしてるとこ。勢いよくバババババババッって勢いよく出てますけど、なんでいわき信子選んだんだよ。続きまして、ペンネーム壊れた扇風機。問題、どうな申しよう、自分のものなのに自分よりも他人の方がよく使うものってなんだ。自分のものなのにね、まあ
いろいろあるのかな。例えば、まあ、これは、人のもいっぱい持ってるんだよね。人のもいっぱい持ってる。で、自分のもある。でも、この自分のっていうのは、あんま自分は使わないんだよね。大抵他人が使う。で、他人のは自分が使うんだよね。ヒントがめんどくさいから、口が滑っちゃおうかな。電話番号とかそうじゃない？答え！買うかどうか悩んでるから、ちょっとの間貸してと言われて、まあ、モンハン仲間が増えるかもしれないと思い貸したが、そのまま転校してしまい、戻ってこなくなった僕の PSP とモンハン。本体もね。あの、何一旦言った電話番号、そのあぞくんが一旦言った電話番号、電話番号って何なの何なのあのやり方。ラジオネーム猫の島。問題ゾナモシよ。大きな声で歌を歌ってる人、街中で大きな声で歌を歌っている人は何歳？大きな声で歌ってんだよ。もうこっちはもう集中してるのにね。こっちはもう何、この のどかな春の午前中を過ごそうとしてるのに、街中でまあ大きな声を歌ってる。思わず、何歳？答え、下半身をしまいなさい。いや、うるさいよ。確かにうるさいけど、順番的にはさ、うるさい分にはまだギリなんとかなるじゃない。だけど、下半身、もう向こう、だって角までおまわりさん来てるもんね。角までおまわりさん来てるから、これは下半身しまってもらわないと、もういろんな、いろんな問題が起きちゃいますからね。続きまして、どれ行こうかな。ペンネームジングル。問題。男の人と女の人がお互いのケツ同士を、ケツをすり合わせていました。さて、二人はどんな関係でしょう。ケツを合わせてたんだよね。この二人どういう関係なのかな。ちょっとエロいこと想像してない？もっとシンプルに考えて。ケツって日本語で何よ。ね、それがもう合っちゃってるのよ。ね、割とシンプルな答え出たかな。さあ、それじゃあお兄さん答えを教えてくれぞな、もし。答え、地の薬を塗り終わった後に相手も血であることを聞いたが、分けてあげられる軟膏はもうない。仕方がないのでケツをすり合わせることで地の薬の効用を分け合っている同士。同士。仕方がないのでね。だケツのもうちょっとやっぱうっすら濡れてるわけで、塗ってるわけですから、それをうまく合わせるっていうこと。ペンネームジングル。問題。男の人と女の人がお互いのケツをすり合わせていました。さて、二人はどんな関係でしょう。答え、人前でお尻が痒くなった時にお尻を手でかくのは恥ずかしいから、何か良い方法はないかを話し合った結果。これなら、これなら手を汚さずに済むって、そういうことですね。グッドアイデア、グッドアイデアだっつってね。